川ごけ草花は草子用植物に属するトガですべて水草からなる。世界に50属約270種が分布する。主に熱帯、亜熱帯に生育するがアメリカ東岸の北緯50度付近に生育する種もある。同花に属するモーレラなどは化粧品として用いられることもある。日本では宮崎県。 鹿児島県本土と薬島の一部の河川に川ごけ草や川ごろもなどの二属シ種が分布している。このうち大淀川ごろもは1999年に新種であることが明らかになった。また、田代川ごけ草は1977年に発見されていたが、1995年まで正式な新種としては記載されていなかった。種子の散布を河川に依存するため、 水系ごとに固有種が多い。急流域の川底や岩盤に固着して生育している。形態的には耐火する傾向が著しく、根は苔類のような養状態になり、この根でも光合成を行う。日本に生育する種はいずれも茎がほとんどなくなり、養状態上に林片状の葉と単純な花がつく。多くの種は水中で開花する。 形態が極端に耐火しているため系統が明らかでなかったが近年の分子系統学的な研究から音切り層化に近縁であることが分かった。そのため APG 植物分類体系では筋トラの多めに分類している。川ゴケ層化の一種リンケラシーペナシラタトリス大社トライフェリア日本に分布するのは川ゴケ層族と川ゴロも族のみである。 1954年3月25日に、川ごけ草花として、鹿児島県の天然記念物に指定されている。該当する種は、川ごけ草、時は川ごけ草、間の瀬川ごけ草、川ごろも、薄川ごろも、薬島川ごろもの6種である。また環境省のレッドデータブックでは、日本に生育する川ごけ草花の二族8種が、すべて絶滅危惧 A 類。 もしくは絶滅危具ビ B 類に指定されている。いずれの種も分布域が限られており、絶滅の危険性が高い。2010年2月22日には、川ごけ草、薄川ごろもが自生する鹿児島県渋志市の安楽川、および前川の延長約 9.7km の生育地が、渋志の川ごけ草化植物生育地として、2010年8月5日には、 薬島川ごろもが自生する鹿児島県熊毛郡、薬島町の一港川及び白川の生育地が、薬島川ごろも生育地として、また、2016年3月1日には、宮崎県小林市の岩瀬川にのみ生育する、固有種である大淀川ごろもの自生地が、大淀川ごろも自生地として、国の天然記念物に指定されている。各安を臼井信久。 川越層族の紳士た代川越層の記載、財団法人鹿児島県環境技術協会編、鹿児島の天然記念物データブック。ありがとうございます。